クロー2、バージョン 2.1、プレイしていきます。お前。え？何？お前ってさ、お化けとは信じるやつ？うん、信じる方かな。お、そうか。そんなのはどうでもいいんだけど。お前、俺らと肝試しに行こうぜ。ちょっとした心霊スポットに。え、なんで？どこ行く？黒屋敷って言えば、お前ならわかるだろう。家近いしさ。黒屋敷？そんな。あそこは行方不明者が出たばっかりで。なんだよ。俺たちと遊ぶのが、そんなに嫌なのか。そういうことじゃないよ。だって、その行方不明の4人は、全員この学校のやつだ。知ってるぜ。だからそれが何だってんだよ。だって、そこに殺人鬼がいたとかしたら、とにかくとても危ないじゃないか。あ？だからこそ行くんだよ。面白そうじゃないか。でも、お前さっきからぐじぐじうるせえよ。俺らが遊んでやるって言ってんだよ。口答えしてねえで黙ってこいよ。わかったよ。でも、6時までには家に帰らないといけなくて。お前に洗濯券ねえから、勝手なこと言うと、また泣くんぞ。お、もうすぐ着くみたいだぜ。もうすぐで黒屋敷か。なかなかいい雰囲気じゃねえか。ここは立ち入り禁止だからね。警察とかが調べに来てなきゃいいけど。おい、ここまで来てビビってんのかよ。見つからなきゃいい話だろ。別にビビってはねえよ。でも、何があるかはわからない。その覚悟は必要だぜ。俺たちなら何があっても大丈夫だろう。このメガネ野郎は黙り込んでるからな。さあ、行こうぜ。はい、というわけで始まっております、クロー2。以前別バージョンはね、プレイしたんだけどね。おい、クソメガネ、何帰ろうとしてんだ。冗談もほどほどにしとけよ。冗談ではないんだけどね。見たことある感じだね、外はね。僕16歳。これ主人公は前のとは別よね。前中学生だったからな。少なくとも、何歳だっけ？中学生しか書いてなかったっけか。だから違うか。なかなかいいシンクロだったね。なんだ今のでかいのは。大きいゴキブリのようにも見えたが、一体あれは何なんだ？あ、ごめんなさい。今のが今回の敵です。やばいと思ったらブラードバックお願いいたします。勝手に扉が開いた。誰かいるのか？招かれてるってことだな。遠慮せず、入っちまおう。廃墟とは思えないほど綺麗だ。もしかして、本当に誰かいるのか？
こ。とりあえず、せっかく来たんだから、変なこと考えずに部屋を回ろうぜ。そうだ、そうしよう。何か面白いものが見つかるかもしれないしな。何の音だ？まさか、鍵が閉まったとか。はは？まさかね、そんなホラー映画みたいな展開あるか？だよな、なわけないよな。嘘だろ。本当に開かないぞ。お前、からかうのもほどほどにしろよ。そんなのしてないで、早く楽しもうぜ。マジ？なのか。ああ、本当だ。閉じ込められちまったよ。そうなったら話は変わるな。ここから脱出する方法を手分けして探そう。そうだな。みんなで探そうか。ちょっと弱気になってんじゃん。てか、主人公なんか、あの沈黙が怖いね。やっぱ、前のバージョンも主人公なんじゃねえか？ん？なんだよ。早く手がかりになるものでも探してこいや。俺は今どうするか考えてる。何取ろうとしてんだよ。どこかの部屋に、外への出口があるだろう。それを見つけてこいよ。まあ、窓とかあるだろうからね。ここで記録することができます。こまめに記録することをやるさ。よし、とてもとてもいいセーブだね。で、ここから単独行動か。なんかもうね、目が見えないメガネキャラっていうだけで強キャラ感半端ないからさ。わ、大きい。部屋はどうなんだろうな。これ人参。電池だ。人参が電池になっちまった。奥に何かの鍵があるが手が届かない。こんなのはなかったよね、確か。手が届かないか何か細長いもの、チェーンソーなりなた、ビームライフルあたりが必要か。ライフルじゃダメか。わ、大きい。さてさて、とりあえず1階から回ってみるか。さっき主人公が無言でこっちの方を見てたのは、ちょっと怪しかったよね。後回しにしようか、あえて。こっちに道はなかったよな。結構ポンポン入れんの。何かあるな。これはただの水じゃない。少し手を入れたら皮膚が溶けた。強力な硫酸か何かなのかもしれないな。冷静だな。普通に蓋を、鎖っていうか、なんだ。それを引っこ抜けば線抜けるんじゃないかなと思うんだけど。まあいいや。とりあえずなんかそれを取るための、菜箸ではないけど、なんかトングみたいなのが必要なのね。お、パカパカする。パカパカするけど、この、便器と、なんだ、水道の配置、ちょっと特殊だね。あまり見ないタイプだ。ここら辺とかに便器置いててもらうとちょっと助かるんだけど。まあ、それはいいや。割りかしどうでもね。さてさて、ここは開かない。こっちも、こっち開くか。これは緑じゃなくって、これが押せるタイプだね。これはまあ、特に何も考えずとも解けるやつだが。磁石を手に入れた。磁石か。大きい磁力。磁力で磁石。磁力は強い。これでじゃああれか。さっきの細長いところに鍵がどうのこうのつってたから、そこで何かできるか。鍵が鉄とも限らないが、とりあえずやってみようか。調べるだけじゃできない。長さが足りないな。長さが足りない。やっぱダメか。細長い何かにくっつけてか。コメントがあるっていうことは使うのはほぼ間違いないんだろうけど。案外電池とくっつける。微妙な長さで届くかな。ダメっぽそうだね。2階にはまだ行きたくない。だら、やっぱこっちに行くしかないか。誰かが書いた日記のようだ。1、何が原因なのか
俺は考えた。でもわからない。特にこれといったことはしていない。なんのこっちゃ。これしか書いてないのか、日記。で、ひびが入ってる。これ見よがしいね。じゃあ、ハンマーか何かが。え？え？なんかシリが起動した。ごめんなさいね。なんで？時計は午後5時35分、14時35分、1735かな。覚えとこうか。明確に午後って書いてあるからな。これは、前のバージョンはここの部屋で、ここが、同じだ。やっぱり、同じ場所か。黒屋敷。保管部屋の鍵を手に入れた。のぶといな。今の声は、あいつらの声だ。助けに行くかい？いや、行かないよ。what time is it now? ホッタイムうじるな。今の張り紙も、あれだな、前のバージョンと一緒だな。なんか叫び声聞こえたけど、後回していいか。こっちも行ける。こんなとこに扉はなかったよな。確かだけど。で、ここで人参を切ると中から鉛筆か何かが出てきたんだよ。割と覚えてるぞ。開くけど、戸棚とかも結構開くけど何も入ってないな。誰もいない。あの悲鳴はただごとじゃないな。何があったんだろう。っていうと、襲われたか。これでイベントが進んでなければ、2階に行くしかなくなるわけだが、開かない。なら仕方ない。上行くか。鍵がかかっている。ここは、ここ保管部屋か。結構近いな。何が保管されておるのやら。自習室の鍵。自習室って、来たか。割と早いご登場で。速度的には、ほぼ等速か。ちょっと向こうの方がコーナリングがうまい感じ。マップ移動か時間か。そこら辺結構重要だな。どっかで確かめたい。自習室の鍵を使える場所。それとも、あ、しまった。先わかんねえの来ちまったな。自習室はここか。てか説明に書いてあるかもしかして。あ、書いてあるな。1階、2階とか。見りゃいいのか。誰が書いた日記のようだ。シャープに、今朝起きたらあの人が血まみれになって死んでいた。犯人の手がかりはない。なぜだ。誰に殺されたのか。いや、何に殺されたのか。何に。分厚い数学の本だ。歴史の本だ。関係はあるかな。628-030-157。これは写真を撮っておこうかね。ささっと起動して、うなってくれ。オッケー。今日はサクサクだったな。写真撮る。とりあえずこれは保存して、展開して膝の上。本棚と調べても、これは押せるか。ああ、押せるな。どっかにじゃあペカペカがあった。多分他は調べても意味はないよ。気になるな。やっぱ調べていこう。何もないね。寝室の鍵を手に入れた。寝室は何階だ？ 2 階か。上にも階があったよね。どこに鍵が閉まってるかわからんから、逃げる方向を考えないといけないな。でもさっきみたいにな、背後から出てくると困るんだよな。開いてないのはここも開いてなかったっけか。さっきここから出てきたよね。鍵閉まっても出てくるのか。こっちは、前のバージョンはここから脱出したっけか。寝室はここ。おや。鍵閉めたのか、中入って。誰だ？なんだお前かよ。びっくりさせやがって。お前も見たかよ。あのでかいゴキブリをよ。うん、見たよ。
それで逃げてきたんだ。お前なんでそんな冷静なんだよ。あんな化け物見た後によ。沈黙か。もう見たことがあるんじゃないかい？まあいい。俺は翔太とはぐれちまった。だから探索しながらあいつと合流する。こんな屋敷の中を歩き回るなんてことは、できればしたくないけどよ。まあしょうがないよな。わかった。また後で合流しよう。おう。無事でな。吊り橋効果ではないが、こういう極限状態なら少し友情が芽生えてもおかしくない。分厚い語学の本だ。誰が書いた日記のようだ。シャープさん、まさか犯人はあの虫だというのか。確実に家の中で繁殖している。あの大きさは何なんだ。果たして虫なのか。虫、どうだろうね。見た目は完全に虫だったけど、やっぱ調べた方がいいな。これはさっきのか。2305波。これが、こことか。ああ、早速、2305。あと、ゴム手袋。ゴム手袋か。分厚く丈夫な。これで硫酸はなんとかなるか。とりあえず行ってみるか。ランダムだよな、やっぱな。とりあえずセーブをして、これで硫酸地獄に手を突っ込んでいくか。素手で手を入れるのは危険だ。ゴム手。温度計か。温度計、ガラス製の温度計、細長い。細長いか。これでもしかして鍵が取れるか。それともこの先端に磁石をくくりつけて、とかいう可能性もあるか。とりあえずは試してみよう。長さは足りてるけど、うまく取れないな。したらば、やっぱりこの先に磁石を取り付けるとかか。単純に取り付けるのは無理か。テープか何かがあればっていう感じかな。さて、あとは、2階まで探索し終えた3階に一応行ってみるか。ランダムで出てくるけど、警戒したらテンポ悪くなっちゃうからな。